どうもいいんです。なぜこれをやってるかというとですね、トゥルーエンドっていうのがあるようでございます。どうやって見るかっていうと、 CG を全部集めろというわけで、主にサヨリを全く取れていなかったので、それをコンプすると真のエンディングが見られる。俺でも終わり方結構好きだけどな。なんか幸せになるエンディングがあるのかもしれないんで、やらせていただこうと思います。あ、これどうしようかな。一応セーブしとくか。ミスったらやだしな。そう、ここの、夏木の CG、3枚目の一緒にお菓子作るところの CG 見たら、セーブしてニューゲームで始めろと。釣る前で。ちょっと救う言葉っていう、難しいんだよな。サヨリどれがいいんだろうな。なんだろう、子供の頃なんか攻略を見てるとですね、感情表現、主人公や家族の関わりの深い単語などって書いてある。おー、なるほど。感情表現、感情、興奮、おー楽しい。不安定、うつ病はお前なのか。あかんやつやん。クリアしてるからこその約束。ああ、意外と感情表現。これは、あ、そっちですか。困難、執着、悲劇、報われない。平和とかどうです。あ、君なのかね。うん、難しい。白昼、あ、そうなんだ。運動場、あー、そうなんだ。愛らしい。幸福か。夏木はな、こういう擬音とか可愛い系だから。欲求、ああ、そっち？仕事すねる。あ、家族。おー。孤独とかそれっぽいな。平穏な。おー。活発。あ、そうなの？無能軽蔑。爆発旋風。元気づける。なんか複雑ですね。償う、どれだ。結婚だな。旅行とかじゃない、家族とかだ。あ、え、自殺はあかんでしょ。笑顔、よしよし。やっぱ難しいな。どれだろう。9か。お、いい感じなんじゃないか。来ましたぞ、モニカさん。お久しぶりです。またお会いできて。うん、正直あれで終わりでもよかったかなっていう。あの終わりからこうやってまた続けるのはどうなのかなってのも思ったんですけど、やっぱ見てみたいよな、トゥルー。救われるのかもしれない、みんなは。とんでもねえです。まあ、前回見たのは、基本的にまあ、ちょっと、パッとしようと思うんで、あれですよ。ギャルゲ的な動画になると思います。なるといいな。にサヨリをメインに。まあでも見てないのも何個かあったからな。も、まあ、むですね。うむ。
辺一緒だな。うん。ここら辺からかな。ああ。お。何の話をしてんだろう。ああ。想像力か。うん。食べ物。いいじゃないか。あーなんか懐かしいな、この優しい世界。うん、これなんかあれだな、クリアしてるとなんか、かわいいな。あ、バックステップ。間違いね。これはな、そうなんだよな、なんかドジっ子つうか抜けてる感じの子っていう、あれと見せかけてだったかな。身だしなみか。歯磨きか。お母さんみたい。あ。と思いますけどね。あ、ちょっと、おい、ありありあり。こういうなんかあの書き方を見ると、シュタインズゲートのナエさん思い出す。頭の方からなんかズームで、なんて言えばいいんだ、こういう描写。なんかすごいいいじゃねえかよ。やっぱ幼なじみキャラはこうじゃなくちゃな。ん？それはおめえ、え、ちょっとあるな結構。
あ、だから開けてたんじゃないのか。成長したんですね。こんな未来もあったんだな。あ、それでええんよ。あー、そういうことか。かわいいじゃねえかよ。おい、俺今ギャルゲーやってるみたい。クソ怖くない？最近のギャルゲーこういうのないよな。なんかこういうなんか分かりやすいやつっていいよね。ツンデレとかもなんか今なんかすごいめんどくせえんだもんな。積んでる、なんかすごい分かりやすくていいんだよ。うん、シンプルで良いんじゃ。なんか昔のツンデレキャラってなんか結構あれじゃないですか。なんか今のテンプレみたいな、で別にみたいな、あれでよかったんですけどね。お、うん、ま、これ気になりますね。まあ他の2人があんまりいい顔しないんじゃないかな。この週は本当にサヨリを大事にしてあげよう。まず死なせてはいけない。サヨリちゃん。うん。いいね。交換ショック。いいなあ。でもこう笑ってる裏で苦しんでたんだろうなとか、なんか、うん、あのね、一回回してる、クリアしてるからこそのあれですけど、見え方もやっぱ変わってくるな。うん、イニシ。イニウタ、オニウタ、そんなこと前も言ってある気がする。嬉しいこと言ってくれるな。めっちゃ褒めてくれる。うん、救いてーよ。さすがにあんな終わり方かわいそすぎる。可愛らしいよな。
ああ、これはそっか、一緒なのか。間違いね。他の子はリアクションがちょっと気になりますね。予想通り。ゆりさんで、うん、これはあれだよね、夏希と同じ時の、うん、癖が見られる。うん。なるほどです。勉強になります。かわいいな、この顔いいね。ただあれを思い出す、正直好きですけど、あの顔。もう一緒だよね多分。改善。うむ。うん。おお。バレましたか。優しさ、うん、ありがとうございます。はいはい。一緒か。うん。だよな。いいね。
つものやつですね。うん、いいこと言うわ。これであれか、さよりを選ぶ感じかな。うん、あ、これあれだっけ、最初確か二人で言い合いになるんだよな。うん、あ、これであれか、こうじゃ飛ばしちゃっていいかな。で、これか。頼むぜ。コーマンチキ、コーマンチキってなんだ、俺聞いたことあるけど意味よくわかんねえんだよな。お互いのいいとこをな。そうだね。いつも通り。計画ね。うん、深いな。なんとかさよりのおかげでね。うん、せやな。お、行こべ行こべ、嬉しそうじゃねえか。それはまあ、うん、原因はね、うん、この辺も一緒かな。まあいっか、せっかくだから。よし、今度こそ救うぞ。これ一応セーブすっぺ。ミスリソ。
愛でしょう。結構でも感情なんか、私も分かるやつでいくぞ。結婚かぶっててもいい。憂鬱怠惰、熱心とか約束。これって誰なんだ結局。ユリとかなのかな。笑う、晴れとかどうですよ。うん、分かってきたぞ。これね、多分そうなんですよね。不幸、ユリと見せかけて渦巻くって。買い物、あーそうなんだ。逃避、あーそっちか。これ選びたくねえけど、これなんだよな。なんかちょっとあれだよな、直球すぎて。絶頂、ああそうなんだ。暖かい、うん、映像。え、これどれだ。感情、ああそうなんだ。希望、欲求か。平和、友達だな。冒険、あこれだ。あ違った。エントロピーってなんだ、そもそもよくわかんない。多分これいいんじゃねえかな。というわけで一旦切りますか。今度は救いたいですね。